X クラスはダイムラーが製造メルセデスベンツブランドで販売していたピックアップトラックである。メルセデスベンツ発のピックアップトラックである X クラスは2016年10月26日にコンセプト X クラスとしてストックホルムで発表された。ルノー日産アライアンスとの共同開発の下、日産の NP300 ナバラとフレーム及び主要コンポーネンツを共有する。 NP300 ナバラとルノーアラスンが単なる顔違いの姉妹車であるのに対し、X クラスはキャブ幅を 50mm 拡大するなどの大掛かりな設計変更がなされており、外観における共用パーツはごくわずかである。発表されたコンセプト X クラスにはパワフルアドベンチャーとスタイリッシュエクスプローラーの2種が用意された。パワフルアドベンチャーは 本格オフロード走行向けのクロスカントリーピックアップ、スタイリッシュエクスプローラーは都会向けのラグジュアリーピックアップとしてそれぞれ設定された。2017年7月18日、南アフリカのケープタウンにて X クラスが発表された。基本構造は前日の通り NP300 ナバラと共有するもののフロンドグリルにはスリーポインテッドスターが貼られ、インテリアは メルセデスの車種のそれを基調としている。グレードは、ピュア、プログレッシブ、パワーが設定され、現在は4ドアのダブルキャブ仕様のみ用意される。パワートレインは、直列4気筒2.3リットルディーゼルターボであり、シングルターボを搭載した、X220D。大小2機のターボチャージャーを搭載した X250D。さらに2018年には、 V 型6気筒ディーゼルが導入される予定である。また一部地域では4気筒ガソリンエンジンが導入される。駆動方式は、後輪駆動と四輪駆動が選べる。欧州、南アフリカ、オーストラリア、アルゼンチン、ブラジルにて販売される計画である。2020年、同年5月をもって生産中よされると報じられ、ダイムラー本社も事実と認めたという。 ありがとうございます。